じゃんですよ。はい、ここ見たことあるでしょう。見たことありますね、マッキーとしてさ。ねえ、はい、どこだと思いますここっていう話ですよ。私名古屋に来ております。エミチューブもついに名古屋、in 名古屋でございますので、はい、いやーもう前乗りしちゃったよね。そう前乗り、まさかの YouTube でね。前乗りね。馬先食べちゃったから、ちょっと顔もくんでちゃう。で、今日は梅さんと2人っていうことで、じゃあ今日はそんなマッキントッシュさんで、ちょっとお買い物。もう春がね、もう春物が立ち上がってますから、ちょっとアウター春の見たいなと思いますので、行きましょう。行きましょう。こちらね、トラディショナルウェザー。そう。はい。と、マッキントッシュさんのあれですよね、複合店。そう。名古屋でしかないみたいですね。ね、うん、ちょっとここにお邪魔したいと思います。はい、わ、早速。こんにちは。素敵な。あれ。ちょっと待って待って待って。あれあれあれ。いや、それまずいですって。あれ。あれ、どうしたんですか。浅田さん。今日のために。はい。駆けつけました。いや、もうなんか東京みたいに見えちゃうから。そうそう。名古屋にもいらっしゃる。ちょっと嬉しいね、また。しかもあれじゃないですか。この時間帯にいらっしゃるってことは。前乗りですか。手羽先食べて、みんな手羽先フェイスでございますので、今日はポンポンでやらせていただければ。そしてそしてニューメンバー、お名前とトラディショナルウェザーウェア刈谷智子と申します。刈谷さん、ともちゃんですよ。ともちゃんでございます。よろしくお願いします。今日も名古屋で買いしろということで。リアル買いですからね。店自体がマッキントッシュとファミリーブランドのトラディショナルウェザーウェアっていうのが一緒に見ることができる日本で初めてのショップが名古屋に。他でもないんですもんね。もうとりあえず揃ってるからここで見てしまえば。あ、そうですね。黒のね、あの絨毯のところはマッキントッシュ。それ以外周りを囲むようにトラディショナルウェザーウェア。なるほど。トラディショナルウェザー、もうちょっと短くならないトラの方で、こっちは春物の方をさせていただこうかな。じゃあちょっと見ようかな。私ちょっともう早速着たいんですけど、私もう早速気になって、かわいいやつ、かわいいかわいい着ていいですか。これやってくださるね。そうなんですよ。これ春の本当に定番のスカイパーカーっていう、スカイパーカー3層構造になっている防水のことになってまして、これに着ていただくと非常にわかりやすいんですが、スリーブになってて、ちょっとなんかそこに女性らしさが。そうなんですね。あ、裏も可愛い。こういうことですよね、この高級感。やだ、もうなんか久しぶりな感じ。ああね。あ、似合う。ほら、この色可愛い。すごい。ここ多分絞ればまたもっとってことですよね。やっぱりショート丈の方が若々しく見えるんでしょうね。私がちょっとそう見えてるかわからないんですけど、ロングだとやっぱ大人っぽく、でショートだとちょっとこう若々しさが出てね。で今ハイウエストのこういうパンツも多いから、なんかショートでも。ちょっとロングも着たいな。こっちの色着てみます。ロング。このパターンもやっぱいいな。このパターンね、可愛い。これもいいな。人気な着方が、袖の裾にゴム入ってるので、あ、ギュッとね、この。ああ、確かにね。姉さんパターンですよ。かっこいいこの。これですよ。これね。くしゃくしゃ感、この後ろがちょんってちょっとなってるのがね、いいですね。可愛さがありますよね。これの白もいいんですか。これは可愛いんじゃないですか。ああ、好きだな。可愛いね、白も。いやー、ちょっとまたね、同じ白でもやっぱショートと雰囲気変わりますね。でもなんか例えば秋物になった時も中がね暗くなるから、こういう色を持ってると秋口ですね。全然春っぽさ今は出るけど、秋で白っていうのもすごく可愛いから結構長く使えそうな気がしますね。悩ましい。ちょっと違うのも来ますよ。そんなもあるんですか。あらあら。あらデニム。お。これハンビー。ああ。ハンビー。ジャケットバージョンはデニムで出ていて、ノーマルな襟とノーカット。すごい。可愛い。袖もねでも短い設計になっていて、ジャケットって感じの。可愛い。可愛い。これもいいですね。あえてまあ袖出しても可愛いしね。可愛い。襟を上げて。あ、出ましたね。例の。ちょろっと折り返すんでしたっけね。あ、違う場所についてるんだ。隠し持ってる。でもありましたね、こっちにね。あ、ちょっと切り返すんですね。そう。チュッてする。これですよ。これですよ。かわいい。こっちもこれもやっぱ着たいね。ポリエステルになっている、まあ春ハンビー。かわいい。春ハン。襟がこっちはこういうちょっと上品な空気感というか、こっちちょっとカジュアルな。やっぱ人気があるのはあの襟ありバージョンとノーカラーの2つはとても人気がある。ああ、そうなんですね。ノーカラーは全部こうメタルのボタンの仕様になっている。なるほど。あら。あら、ブルーもいいですね。あ、可愛い。もうブルーで、そこですね。こういう可愛い。あ、バッグも同じ色があるじゃないですか。すごい。持ってないみたいに見えますね。こうすると。どうかね。白出たばっかりなので。じゃあ白で。白しか着てなくて。今日は白着ましょう。あ、もう。なるほど。ああ、こっちのパターンもね。このパターン好きだわ。可愛い。これは絶対使うやつですよ。どうします？いや、どうしましょうね。こっちもいいですね。これ可愛いな。ベージュ、ベージュもいいですか。私多分これ買うと思います。あ、もう早くも。白い。こっち、これは。あ、これも好きだわ。確かにね。いや、この色もいいけど、でも、なんか白は新鮮。新鮮味が、そうですね。なんかでもデニムも可愛かった。そっちのパターン着ようかな。あ、そうですね。襟なしのパターン。あ、このパターンも可愛い。いや、これモテそうね。私がじゃなくて着た人がね。可愛いと思う。可愛い。あ、これの白とかもいいですね。そっちのね。いいな、このカジュアルとちょっと。でも可愛さもあって。ね。ほら、なんか後ろこんなあるんだよ。これが可愛い。はあ。どうしようかな。こっちはあれですね。あ、ゴムベリとか。ですね、ゴムベリ。なんか。あ、可愛い。黄色に中ちょっと茶色って。おしゃれね。バナナチョコ的な可愛さ。ねえ、美味しそうね、これね、美味しそう。可愛い。これ何ですかね。これもほら、いちごチョコ。こっちはほら、可愛い。めちゃめちゃ可愛くないですか、この色とか。こういうのもあるんですか、こういうシャツワンピ的な。お、本当だ。シャツのコレクションが実は結構。あ、そうなんですね。袖が長いバージョン。生地がね、なんといえばちょっとシャカッとしてるんですけど、なんかこのパコって形がすごく綺麗に出るんでしょうね。可愛いですね、この。レギュラーでやってるので、毎年やっぱご好評いただいて。ね、可愛いな。迷わせるな。ちょっと梅さん着てみたら。いいんですか。いや、でも顔むくんでっからね。で、この自宅の上の上からもいいですか。いいです。あら、あ、いいじゃん。 G シャンの上からいいね。うわ、だってさ、スーツの上から着ちゃってもね、全然いいし。そうですか。顔パンパンだったり顔パンですから本当に。おすすめやっぱメンズこれですか？こういうタイプも多いです。ああ、可愛いそれも。これは結構使いやすくて。あ、可愛いじゃん。顔だけぼかし入れて。そうそうそう。入ってもらいましょう。バラ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 。ここ後ろすごい可愛いこれ。なんか普通だったらこんなつけないんですけど、ほら後ろに点々って。贅沢ですよね。しかもほらこの全部にちゃんとマッキントッシュっていうのプチプチにも入ってる。かわいい。ちなみにこちらで69,000円。おお、あらマッキントッシュさん買える分割払い、分割払いで2回ぐらいですかね。私これ着てみたい。これ旦那さんとかいいよね。かわいいねこれ。34。あ、34が一番小さい。小さい。あ、白も。すごい白だとこの表面感がすごい出て、それがまたこうあ、可愛いですね。あったかいじゃないですか。だからもうこれぐらいを常に着てたいですよね。可愛いですねこれね。どうします？あえてメンズ買うっていうのもなんかちょっと洒落てんな。っていうね。ちょっと一回頭冷やします。ちょっと他トラの方行ってみよう。トラの方に行きます。あ、私ねこれ去年買おうと思ったんですよ。あ、傘。もうね私ずっと日傘を差さない人だったんだけど、もう去年あたりからもうついにいよいよやばいなって、もう私これまずいって思って買おうと思ったらもうなかったの。売り切れ続出です。UV カットも。あ、光を通さない。もうさ、もうこういう風な時代ですよ。必死だと思います私。シルバーとゴールドと新色でレオパードが。レオパードの軽量で開閉がしやすくてコンパクトに持ち歩ける。水も非常に優秀で、自然の雨もね、これはね、私買ってきます。これも用意しておいてください。今ね、数があるうちに。あ、こっちもデニムある。これも可愛いですね。あ、これまた全然着心地もあ、軽っ。どうですか？ちょっとこれ見ていい？あ、ちょっとこっちのがカジュアルというか、さっきのね、あっちの。カジュアルなんですけど、ちょっとだけこう綺麗めにも女性らしい。これも可愛い。後ろもね。またこのピョン。ピョンが。これライン可愛い。他の色は。ヴィンテージブルーと。あとワンウォッシュの。こういうデニムも作ってるんだ。あ。可愛いですね。これもステップもね、ボーイッシュにならないセットは履いてみようかな。これそうですよ。こんなにちっちゃいの履けない。XXS ですから、もう絶対入んないです。もうちょっとすみません、もうちょっと大きいの。これは105というモデルでユニセックスなんです。あ、なので WXS から L までお作りございます。レディースのサイズはこれぐらい XS で。本当ですか？それで入らなかった私もう泣いて出てきました。だから言ったじゃないですかって泣いて出てきました。あ、綺麗ですね。綺麗。めちゃくちゃ可愛い。めちゃくちゃ可愛いです。お尻は綺麗でね。なんかちょっと形がそういいですね。ふわっとしてて。ね。かわいい。いい感じですね。あ、いい感じ。私見えてないんで。人の顔でなんか判断みたいな。なんかすごい新鮮。ね。あ、新鮮ですね。これは。色味がね。デニムのセットアップも。デニムのセットアップってなんか難しいじゃないですか。自分でやろうとすると、あえて最初からこうだと。両方使えるし、うん、いいですよね。これちょっとさっきの白いハンビああ、いやでもいいんじゃないですか。こんなことがこの店だとできるから。そうそう、なんか両方合わせちゃう。ああ、ボタン閉めちゃったのか。そうですね、かわいいよね。うん、もうそういうことですね。そういうことですね。めちゃくちゃ似合う。そういうことです。わ、このまま帰ろうかな。そういや本当に。いや傘めっちゃ可愛いじゃないですかこれ。今回テレビさん白すごく。白すごく。もう白しか見ないから。違う、私そういう気持ちあるじゃないですか。そういう時ありますよね。ありますよね。なぜかその色が常に気になる。わかりますわかります。でもこうちょっとね色入れるって色入るのも。うん。これも可愛い。だからやっぱちゃんと傘を買って大事に使える女にそろそろならないと。一回なったの。28ぐらいの時に。で子供生まれて細かいことができなくなり、もう使い捨ての傘でいいかみたいなノリになったけど、ようやくちょっと落ち着いてきて、こういうものを持つ女なのよママはっていうコンセプトでやっててもいいのかなっていうね。この部分がほら、そうなんですよね。もうね、触り心地がすごいんですよ。ちゃんとこの自分の指の関節にこうグッてちゃんと入る感じとかもすごいし、こっちも素敵ね。全部そんなに重たくないから、あ、こういう人になりたい。ああ、いいですね。玄関にちゃんとこういう傘がある人ね。白にグレー。いいですね。ね、なんかそういうのもある。すごい、これはこれでまたポップで、ちょっと気分がね上がらないときに、なんかどうですか？可愛い。これはこれで可愛いね。可愛いね。これもレインシューズなんですけど、普通のこう革のような。うん。革のようなこうレインシューズ。全然見えない。可愛いね。こういうののバレーシューズ作ってくださいとお伝えください。ある。ちょっとあるんだわ。ありましたよ。あららら。あ、これ何ですかサイズ？あ、素材ごめんなさいサイズですか？ちっちゃくちっちゃいですね。可愛いね。全然見えないレインシューズ。なんとなく当ててみる。入らないです。幅が私もう全然サイズが見てください。全然違いました。でも可愛いよねこれ。もしこんな風に入ったら、なんかいつもバレーシューズ多いから可愛い。レイングッズめっちゃあるんですね。めちゃくちゃありますね。このハンビーもお似合いだったんですけれど。はい。これでしょ？はい。気になってますよ。別の。トラさんの方の。わあ、白。トラ白。トラ白。どうですか？長いの。どうですか？あ、これはこれで。あ、かっこいいですね。うん。あ、ここもすごい凝ってる。あ、本当だ。実はここが開いていて。あ、本当だ。通気性が。あ、そういうことか。うん。独特のこの素材感、なんかね、独特です。薄いんだけど、なんかちゃんと張りがあって、でもしっかりしてる。なんか重たくないし、なんか着てないみたいですね。実はエレガン人気の理由がもう一つございまして、丈が変えられます。ああ、そのパターンですね。プチプチこうやってったら、あ、本当だショートになっちゃった。そういうことですね。すごい。いや可愛いです。これはこれでもう素敵。これいくらですか？4万4000円。おおね。ショートもあるよほら。こちら新しいウィブモデルなんです。あ、そうなんだ。こちらも丈が短くもなります。え、これ以上に？もういいんじゃないですかこれはしなくて。え、どうなるんですかこれ？可愛いんです。え、見たい。いやもうそんな短くする必要ないんじゃない？もう短いですからね。だって短いんだから。まずさ、最初に普通のね、普通のバージョン。十分。あ、またこのここも可愛い。そうですね。でも十分ですよこの長さで。うん。大丈夫です。そんな全部に私いいねって言わないです。ね。そう。これも多分ちゃんと買うわけですから。そうそうそう。ジャッジはもうこれはもう厳しいですよ。はい。あら。可愛いじゃん。めちゃくちゃいい。めちゃくちゃ可愛いじゃないですか。うわ。なんなんですか、可愛いじゃないですか。え、しかもこのデニムとかにすげえ合うじゃないですか。先にこの丈だけしかできないものを買うって結構難しい丈じゃないですか。でも結構ハイウエストのもの多いから欲しいんだけど、この短さ買う勇気ないけどね。普通に考えたらこれぐらいはあるのにこれにできるっていうのはめちゃめちゃいい。なんかふわっといいね感じが出て可愛いです。ちょっといやどうしようかなちょっと思ったね。でもこれ梅さんも今聞かれてるみたいなもんですからね。そうですよ。そうだってユニセックスだったの。そうですね。同じセット2人で。あらあら。お、すごい。わあね。いいじゃん、梅さん。素敵カップルですね。カップルだ。嫁に怒られます。嫁許してくれそうだよ。大丈夫大丈夫。梅さん、どうするの？いや、何買おうかな。一緒に買う。一緒に買う。いや、でも欲しい。欲しいよね。いや、これ悩んじゃうわ。いや、でもいい。じゃあ一回も着替えて、お姉さんさっき着替えてちょっと考えよう。決まりました。お、早い。やっぱりこれは絶対欲しいです。そうですね。これは今日はずっと白と言ってましたから、その中のこちらを。白で日傘ね、雨もいけるよの。そうですね、去年優勝できなかった。こちら、そしてまだいく。デニムも良かったね。それ色はそれとピンクと白デニムっていうのもいいね。ああ、で白羽織ってね。白も可愛い。ちょっと履いてみていいですか。いや、わかるわかる。帰ろうとしてたんですけど。そう、もう一回。ありました。おっと、XS しかなくて。あ、これ縁がないんじゃないですか。あら、惜しい。もしかして。雰囲気だけ。はい、じゃあ、わかりました。白だなって気がする。うわあ。可愛いよね。いいな。ちょっと今この大きめの。そう、ちょっとね。そう。もう白は白だろうと。あ、こういうことね。こういうことですよ。いいね、白ね。いや、可愛いね。取り寄せになるんですか。あ、そうですね。入ってきたら東京から名古屋まで取り寄せて大丈夫ですか。白にしようかなと白のハンディとビニ傘全部白。もうこれだけが白じゃない。白で。ほら、でもちょっとこっちはさ、真っ白じゃないわけ。そう、いいですよね。これがまたね、柔らかい。どんだけ白。さまざまな白。集合です。決まりました。ありがとうございます。もういつも。ちょっとお会計したいんで、じゃあちょっとね、財布。こちら買います。これいくらになるかちょっとね。お。だだん。おお、15万7千円。お願いします。買いましたね。でも名古屋まで来ていい買い物できましたね。いや、いい買い物しましたよ、本当に。なんかわざわざ呼んでいただいて、お金を使わせていただいて、そういうお店募集中ですので、ぜひ来て買い物してって言っていただけたら、ありがたいです。はい、よろしくお願いします。じゃあ、みんなでやります。みんなでいいですか？せーの、チャンネル登録お願いします。グッドボタンも押してね。